マジで本当にそれだよ。もうクエスト3やり放題ですからね。いやマジで超広いねこの部屋。広いでしょ。やばい。マジでね、うん、荷物多すぎて引っ越し超大変だったわ。だってギリギリまでさめちゃくちゃ溢れてたもん物で。そうだよ。やばかったよ。徹夜ぐらいな感じだったもん。やべえよこいつ。やばいですよね。うん、ということで、はい、次の、はい、引っ越し先は。変わってる。何何どこからどこから変わってるね。何えどうしたどうしたということで、はい、おめっす、はい、大阪に来ました。なんでやねん。いや今日はですね、はい、ちょっとまあどこにね、うん、住もうかなと考えてたんだけど、お仕事でですね、うん、たまたま大阪に来ました。あそうです。今日はお仕事に来たんですけど、そうでねちょっと結構前にね、うん、大阪に住んでたことがありまして、私がそうレイちゃんがね、そうなの。だからちょっと今日はね、うん、その住んでた周辺を、うん、ちょっと探索しながら、まあ、リオちゃんに紹介しようかなって。いや私もめっちゃ来てるわ、街ブラ的な。あなたが住んでた時行ってるわめっちゃ。よく来てくれてる、うん、それでは、はい、行ってみましょう。入れるだけ大阪喋らなあかんよ大阪弁で。せや今日はせやせや家庭オメガせや。やっぱヨドバシめちゃくちゃ行ってたよね。確かにヨドバシめっちゃ行ってたし、梅田です、ね、私夜行バスでめっちゃ来てたから ね、 夜行バス来た。ねヨドバシのところに夜行バスの乗ったってもあったよね。そう本当にあったよね。懐かしいな。ねあそこの駅からヨドバシにさ渡り廊下みたいにできてじゃん、うん、私が住んでる時はなかったのよ。へーだからここさ渡り廊下もないわけ。あっちが普通便利になっちゃって。はいということで、なんだ西梅田に来たんですけれども、はい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 、西梅田北新地屋編にね住んでたんですよ前。えそうだよだってこの辺めっちゃ知ってるもん。そう2年ぐらいね住んでて。そうそうそう。でですよ、うん、もう家もめっちゃ近いんだけど、うん、ラーメン屋なんですね。めっちゃ美味しい。えそうなの。ジンっていうラーメン屋で、もう私が一番好きで。あんた世界で一番好きなの。そうなの。もう家からめちゃくちゃ近くて、うん、もうそこに行こう。え超行ってたもしかして。超行ってたよ。えマジで。え楽しみすぎる。超楽しみ。やばいマジ。味噌ラーメンが超うまくてね。えやば久しぶりすぎて。やばそう。どこ。この辺の先にねあるんだよね。マジで。えどれどれ楽しみ。えラーメン食べたかったからさ。私ちょっと待って。そっち見。え？待って。何？え？天一になってる。え？ちょっと待って。ねえないんだけど。え？ちょっと待って。手前に違うラーメン屋さんがあってその一個隣にあったラーメン。ジン？天一になってる。え？嘘でしょ？嘘でしょ？え？嘘でしょ？マジで？かわいさすぎたんだけど。嘘でしょ？クソ入った怒ってます。怒ってます。なかったのにまさかの。なんでよ。どううまい。チェーン店がマジどううまいじゃん。まあ、店長うまいからいいじゃん。リーナリーナあんなに美味しかった。なんでショック受けてる。コロナのせいなの。あそれはあるかも。コロナ禍でなんかダメだったのかな。え私もショックかも。食べたかった。食べたかったマジで、一生食べれないんだ。えそうだよ。どううまい。次行こうも。オッケー。次は何？来たー。ここはね、住んでたとこやね。え、何やってんの？え、マジで何やってんの？懐かしい。なんだけど。なんで来たの？懐かしい。え、やめだよ。ダメだよ。じゃあちょっと。やめるやめる。すごいなー。待って。懐かしい。懐かしい。懐かしいよね。ここいたね、あんた。いたよね。あんたも来たよね。え、マジ懐かしい。狭かったよね、結構ね。狭かった、マジで。ねおやめとけよ、お前。家バレするぞ。でも西梅だって結構ね、うん、住宅街ないわけ、うん、確かに。だからスーパーとかも全然ないから、うん、マジね、うん、近くにあるセブン、うん、マジセブンのご飯か、うん、さっきのラーメン屋マジで、うん、マジでよくそこで行ってたんだ。そうで駅がめっちゃ近くてね、いいんですね。ここ懐かしいな。うわなんかめちゃくちゃ綺麗だったよ。前住んでた家に来るのいいね。楽しい。楽しいよね。なんか思い出深いわ。私もねこの家に来てね、うん、泊まってたよ。クソ狭い部屋で。そうだよ。懐かしいマジで。懐かしいよね、うん、なんか、なんでここなんもねえじゃん。なんもねえよ。いやだから懐かしくねえ。でもなんかいや、確かに懐かしい。こうやってめちゃくちゃ降りたわ。ここね、マジ地下でなんかすごいいろんなのあるのかなと思うじゃん。そうマジで、なんか本当にそうなの。駅通ってちょっと駅ビルに行きたいと思います。あ、なるほど。はいはい
駅ビル到着しました。到着しました。懐かしい。駅ビル、そう、駅ビルっていうのはですね、まあ、駅前第1ビルからが第4ビルまでありまして、はいはい、その地下にいろんなお店が並んでるっていう。そうなんだ。でもかなり殺風景で、いやそうだよ、めちゃくちゃ閉店した店がずらーっと並んでたりね。本当にそう。ちょっと今日はそこで、うん、あの面白い店を、うん、取れ高をね、探していきたいと。2位はここまでで。そうだね、探していこうか。行こうか。ああ、行こう。レッツゴー。ゴー。ほら、こういう感じ。左が強いのは面白いね。面白い文字。うわ、なんかちょっと賑わってる感あんだけど。え、マジで賑わってるかな、これ。左側閉店しまくってる。え、マジで閉店しまくってる。シャッターばっかり。ちょっと。いや、めちゃくちゃいいやん、なんか。なんかすごいさ、廃れてると思ってたけど、めちゃくちゃ賑わってるし、なんか雰囲気めっちゃいい。なるほどね。なんかいいかも、こういうところ。なんか通うタイプの居酒屋に出会いそうだよね。うん、なんか常連になってさ、めっちゃ仲良くなれる人とかいそうだし、うん、めっちゃいいやん。私が住んでるよりも絶対賑わってるけど。マジか。マグロすごい。マグロされてる、このなかった。すごい、マジ新しいやつ見てよ。何ロイヤル。え、マジですごいじゃん。え、本当だ。え、めちゃくちゃちゃんとしてるじゃん。めちゃくちゃレトロなんだけど。なんかそう、当時さ、うん、ガンダムやってたんだけど、うんうん、ガンダムとかそういう新しいやつがないんだよね。あ、ないんだ。本当に私のやつなの。え、めっちゃいいね。いいよ。なんか、うん、面白そう、マジで。ガンネクがありましたよ。ガンネクってなんだよ。ガンダムバーサスガンネクがあって、それはガンダムバーサスガンダムネクストっていう。え、古いやつ？めちゃくちゃ古いよ。え、マジで？一斉に行ったじゃん。うんうん。うん、なるほど、なるほど。めちゃくちゃ使って、ネクストだし、MD がね、これから追加されるがね。なるほど。え、思い出深い機体じゃん、じゃあ。思い出深い、一番プレイスのお世話さ。ええー。前のやつだから。マジか。やば。え、見て、サカバンバスピスだよ、かわいい。かわいい。超かわいい。撮んなよ。撮るわ。絶対に撮って。絶対撮る。2個撮って。え、アーム強そうじゃね。多分いける。アーム強そう、めっちゃ。どう？え、2個いけそうじゃね。うん、え、聞いた、え、聞いてね。ね、ハギワギちゃんのおパンチ履いてんのいいね。撮ってほしそうにネックになってる。ね、だって絶対撮れるよ、こんな。こんなの絶対撮れる。ちょっと下、あ、ほら、いい感じだもん、アームも。アームも強そうだし。アームも強そうじゃね。いけるいける。お、え？すごい撮れそう。え、すごい撮って。絶対撮って。撮ったら絶対慎重だね。なんか向こうに。え、やばい、絶対いけるいける。大丈夫これ。うん、大丈夫。もう。で、いけるいけるこれ。え、あ、え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 、やったー、やったー、こんな嘘。マジ？撮ってほしそうに寝転がってる。撮って撮って撮って。こんな撮れるって。こんな撮れるって。え、撮れるよね。これ熱いよ、マジで。え、すごくない？これ1回撮れんじゃない？マジ？頼むよ。一発いってもらったすごい、マジで。お前いける。え？あ、あ、撮れる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 またにアームをクッと入れるよ。いけそういけそう、マジで。頼むよ。距離感すごい。あ、バッチグーじゃない？え、バッチグーなんだけど。いけるか？これいけるだろ。これいけなかったらね。もういけた。何これ？何これ？超楽しいんだけど。これやばくない？超楽しいんだけど。無限に撮れるの？この辺。無限撮れるの？え、ほんとに可愛い。出してもらわないと。え、嬉しすぎる。電飾取れる。やったー。やったー。穴子じゃん。え、クソ穴子だよ。超可愛いんだけど。本当にそれな。でっかいやつは取れやすいね。やばいね。やばい。え、ありがとう、くれるの？やったー。やったー。はい、ということで、え、見てください。あの後ね、またやったの、レイちゃんが。したら、追加で2体取れて、マジ1体200円だから。え、やばくない？穴場すぎた。もうね、全部ね、くれるんだって。全部あげます。それでレイちゃんの金で取ってくれたの、やったー。だって、1個200円、800円しか使ってないから、マジで。やばくない？やばいよね。めっちゃ穴場だよ。そんなんだったっけ？ちっちゃいのは取りづらかったけど。え、そう、でかいのは本当、ハギワキちゃんマジでやばかったから。いや、穴場でした。もう梅田めっちゃ最高やん。最高ですね。うん、本当に最高。駅ビル最高。駅ビルマジ最高だった、本当に。ぜひ皆さんね、大阪に来た際は、うん、駅ビル行ってみてはいかがでしょうか。やってみてください。チャンネル登録とエクストラもよろしくね。よろしくね。それでは、では行ってみましょう。またねー。バイバーイ。